校。広さで負けてたらうち勝つとこなくない？次にこの学園都市とこの学園の設立意義について説明します。諸君に一つのことわざを紹介します。文筆品品叱る後君子と言いまして、どうでもいいけどこの校長話長くない？ち、聞こえるって。今日は休校日なんですが、交流会ということで、一部の生徒が学校をご案内します。まずは生徒代表から挨拶を。はい、ようこそ私立月光館学園へ。はじめまして、生徒会長を務めます3年 D 組星見千尋です。今日はよろしくお願いします。あの子レベル高え。確かに可愛いっすね。やばい、俺史上空前のメガネ美人だ。そこ反応しすぎだから。他校の方を招いての本格的な学校交流は我が学園にとっても初めての試みです。他者を知ることは己を知ることであり、己を磨く第一歩であると私は考えます。この機会が参加者一人一人の糧となるよう、私たちも精一杯努めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。全てが負けてる。はーい、じゃあクラスごとに分かれて。やだ、忘れてた。今日の予定表です。後で配っていただけませんか？